はい、皆さんこんにちは。東京印象館の奥村と申します。本日もよろしくお願いいたします。昨年、バーチャルアートブックフェア、の機会におきまして、高柳と、ライブ配信でですね、高柳が製版、印刷を手掛けたモノクロ写真集を中心に何点かご紹介させていただいたんですけれども、今回は高柳のディレクションで東京印象館が印刷をお手伝いした中でですね、さらにカラーの写真集を1点ご紹介させていただきたいと思っております。今回、取り上げるのがですね、こちら、田原圭一さんの写真集パリオペラ座になります。こちら、1995年から刊行開始いたしまして 4巻セットの、書籍となります。内容が、A3 版、これちょっと立ててみますが、かなり大きい A3 版書籍で、情勢本、井戸係情勢の、かなりしっかりした、お作りになっております。外側もクロス層で金箔押しで、ここにはカラー箔でオペラとタイトルが押してある、かなり重厚な作りの一冊になっております。こちらがですね、書籍としましては、フランス政府の依頼で田原圭一さんが1987年から8年間にわたって、取りためられた、550点の写真を修正したものになりまして、衣装、舞台装飾、建築物、それと舞台美術の4つのテーマに分けた4巻セットになっております。当時私95年の入社ですけれども、ちょうど入社した時、今思い返せば完全なアナログ製版、機械もアナログというような状況で、現在のそのいわゆる DDP、マッキントッシュがあって、フォトショップがあって、イラストレーターがあってというようなものと全然違う環境で、どのような点に字に書かれたか、またお話を伺いますでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、改めまして、統括プリンティングディレクター高柳昇です。本日もよろしくお願いします。ね、今司会の奥村の方からですね、お話があった通り、当時も全くアナログですよね。ですから撮影もですね、デジタルカメラではなくフィルムになります。セミ版だったので、セミ版が多かったですね。67もありましたけど、カラー原稿が入ってきまして、スキャナー1ドルです。当然人間が手周波してますね。その方向でやらさせてもらってるんですけども、ちょっと奥村さん立ててもらえますか。この一番のですね、凝ってるところはもちろん全てに凝ってはいるんですが、表紙のですねクロスを見てほしいんですけど、当時私がオペラ座を見に行った時にはもうすでにこのクロスではなかったんですよ。なんか消防法か何かで、やっぱり難燃性の燃えにくい壁紙にするということで、もうこのクロスではなかったんですが、織元まで探して当時のオペラ座の壁紙を折ってもらってます。そのくらい凝ってる写真集になります。そんなわけでですね、これから徐々に紹介させていただくんですけども、まず私が田原さんとのですね、その知り合った経緯について申し上げますと、まあ最初に会ったのは1994年、今から27年ぐらい前の話なんですけども、その前にテレビでですね、私の記憶ですとテレビ朝日か TBS か忘れたんですけども、その海外で活躍している日本人を紹介する番組がありまして、たまたまオペラ座の屋根の上へ上がって衣装を撮影している田原さんのテレビ番組が放映されました。私それ見てて、ああすごい写真家がいるんだな、に日本でもこんな活躍している人が、写真家がいらっしゃるんだということでですね、私もそれなりに興味を持って見てました。それからしばらくして1994年になるんですが、私がですね、うち当社の営業の人間から、これこれこういう版元さんで、まあ文献者さんっていう会社なんですけど、文献者さんで田原圭一さんのパリのオペラ座の写真集を出すということで、まず関係者顔合わせようと、1994年にですね、文献者さん、1994年の冬だった記憶あるんですけども、田原さんと初めて会いました。当時私が39歳、田原さんが41、2歳の頃ですかね、初めて会いました。ものすごいオーラだったですね。今でもはっきり覚えてますけど、髪の毛この辺まである長髪でですね、モスグリーンのツイードのジャケットを着て、下はですね、確か私の記憶ですとブラックのジーンズ履いてました。黒いジーンズ履いて、下は黒いブーツを確か履いてましたよね。非常にかっこよかったですね。なんてオーラが強いんだという話でですね、思い出します。それでですね、その場でどういう方向で今回の写真集を作りたいというアウトライン、大枠が話し合われてですね、実際テスト原稿が入ったのが1995年になります。でですね、私ももう古い20数年前の記憶なんで、当時まだ私がですね、そのこのシステム手帳、アナログ時代だったですが、システム手帳にこう書き込んだそのノートを見ながらですね、
話をしてみますですね、まずですね、1995年8月24日、場所は得意先の文献社という形になって、ここでですね、まずテスト原稿が入りました。その時に紙もですね、非常に凝ってまして、私、その紙の酸性度まで確認せえという話を受けたまわりまして、私なりに確認をさせてもらいました。まず、この時のテスト用紙がですね、1、スーパーマットアート、主力の180キロ、2、ウルトラサテンキングジ、主力の180キロ、3、ザンダースダルスペシャル、主力の215キロ、4、ハイマッキンでマットエレガンス主力の185キロ、この4種類でテストをしてくださいというご依頼を受けました。それでですね、この時はですね、あえてわざと建築物についてはスーパーマットアート、それでコスチューム衣装についてはですね、ウルトラサテンキングチ、アクセサリーについてはザンダースダルスペシャル、プラス全体にわたってハイマッキンでマットエレガンスということでテストしたというふうに書いてありますね。この時にですね、構成刷りの注意としては本気刷りを睨んで最大限盛り込むという形になってます。いろんなスキャナーの設定までも書いてあります。用紙、マット系あるいはダル系のためにですね、若干湿気込むと高拡大率が多いと 1000% を超えるものもあるということで、スキャナーをどう設定するか、暗部のですね、会長を当時そのこれ大日本スクリーンのスキャナーでスキャニングしましたので、暗部の濃度 2.1 でシャドウデンシティ 2.1 で標準的に設定しなさいということが書いてありますね。シャープネスも若干ですね、美術、宝飾品と建造物についてはシャープネスもですね、少し強くしなさいと、シャープネス、大きな回路は3つなんですけど、オールというと HDSD なんですけど、オールというのをですね、要は全体に引くシャープネスをプラス1でやりなさいと。で、3番目、宝飾品、美術については色味は少しいただいた透過原稿よりもフィルムですね、よりもちょっと少し鮮やかめにしなさい。ハイライトポイント、写真の中の一番明るいところのセットアップはマット紙だからといって明るく設定する必要はないと。色調については原則的にカラー通りであると。この時一番大事なんですけども、ブラックのシャドウポイント、今はですね、トータルインクカバレッジ、黒いところのですね、トータル4色の盛り量が 350% というと、パーセントというのが当社の一応のスタンダード上限値になってるんですけども、この時はですね、印刷機械がですね、ドライオフなんですね、水なし印刷機なんですよ。ということはですね、インクが紙に転移するときに全く水は入り込みませんから、乳化が非常にしにくいわけですね。ですからこの時にブラックのシャドウポイントは 95% から 98% 取れという指示書いてありますよ。当然シアンマゼンタイエローは 90% 程度になってますから、それこそ今で言うと櫛36、365% から 370% 近くのトータリングカバレッジで吸って、ですからこの大きい印刷物背景になりますから、黒いところがですねものすごく締まってるわけですよ。この黒を達成するために 350% を超えてですね、それこそ 360-370% という黒にしてあります。この辺が一番の製版上の工夫のところでしょうかね。あと紙を選ぶ時のですねポイントとして、地合いの均一性、あまりこう、もう主力の180キロ以上ですからそんな透けないんですけども、紙をこう透かした時にあまり地合いにムラが出ないようにと、表面のその微細なダル調ないしはマット調の均一性、なるべくキメの細かい均一さがいいと。圧縮性、これはあの印刷適性的にはそんなに見た目は分かんないんですけど、印刷時の適性として紙の圧縮性はどうかとか、弾力性ですよね、ついても調べてますし、陰気受容性、どのくらいこの紙が陰気を受け付けるかとか、あるいは寸法安定性、いくらドライオフとはいえやはりこう強い圧力で4回墨合い赤ひと4回押されますから、紙って徐々に大きくなりますから、その寸法安定性はどうかとかですね、表面強度、紙が抜けないかどうかとかですね、対摩擦性ですよね、製本時の摩擦性とか、それと印刷のそのクオリティ、色のクオリティに大きな影響を与える用紙発色度、白さ、不透明度、どの程度紙を透かさないかとか、光沢とかについても一応今の4紙調べて、最終的に私の記憶ですとハイマッキンでマットエレガンスでやった記憶があります。ありがとうございます、こんなところですかね、仕様について、いろいろお話を伺いましたけれども、まずは最初に申し上げた通り、基本的には、アナログ製版であったということで、アナログ製版がゆえの高根さん、その分解、はい、いわゆる変換ではないですよね、はい、もういただいたポジフィルムを、シリンダーにセットをして、
ネガが出てくる、はい、ということは分解作業した、結果がカラーで見れない、見れないですね、という環境であったというふうに私は記憶してますけれども、はい、そういう中での発色について何か難しかった点ですとか、コントロールに気をつけていた点というのはございますでしょうか。やはりですね、当時スキャナー一撮りの場合はですね、やはりですね、ハイライトポイントの設定、どこから最小点を入れるかっていう設定をですね、私一番注意してましたね。次にグレーバランス、3色のシアン、マゼンタ、エロプラスブラックのですね、グレーバランスが透過原稿と比べて赤いか青いかとか黄色いかとか、あるいは暗いかとかっていうグレーバランス、それとボリューム感、そのくらいですかね。そこを特に注意して、当然一点一点ネガが一つの写真についてシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4番ネガ分解したものが出てくるわけですが、それを除いてですね、ハイライトが入りすぎ、飛びすぎ、グレーバランス崩れたとかですね、全て一点一点チェックをしています。まあそこは今みたいにフォトショップ上でディスプレイで印刷に近似した色が見られるという時代じゃないですから、本当にこう、まあ職人芸といったら申し訳ないんですけど、当時私が39歳ぐらいですから、経験が20年ないですね。だから17年ぐらいですから、今ほど色も見えない状況なんですけど、やっぱり本当に集中してやった記憶がありますよね。ただし開口生、当時ですね、開口生がありまして、それでそのネガを開口生のフィルムに焼き付けて粉を塗布するとほぼほぼ近い色が出たりしたんで、それは使ってましたけども、基本的にはそのシアン、マゼンタ、エロー、ブラックのネガを4番比べて、バランスがいい、悪い、強い、弱い、赤い、黄色いまで全部確認してたんですよね。そこがだから今よりも画像処理できるわけじゃないですから、もちろん当然当時私どもレスポンスっていうお互い機会はあったんですが、画像修正機あったんですけど、とてもとてもこういう実際のページアップしたものに使えるわけじゃないですから、スピードの問題もあるし、だから当然アナログでやってたものですから、結構そこは本当に集中してやりました。私ちょうど新入社員でしたけれども、当時暗室からオペレーターの方がこうネガを持って出てきて、それを高根さんの席に持って行って、いい悪いっていう話をよくされてたというような記憶がありますけれども、今のように入力した後にやり替えも聞きませんし、ということで本当に一個一個その初期入力にかける集中力じゃないですけれども、うん、設定の可否、うん、これが品質にものすごくダイレクトに出てたんじゃないかな、うん、そうですね、その通りです。良くも悪くも今の、デジタル化ということで出てきたものに対する修正ですとか調整、補正が効くようにはなってきましたけれども、うんうんうん、まあ高橋さんさっきおっしゃったように本当に一発勝負、ダメだったらもうやり替え、特にこの書籍について500点以上、うん、デリケートな表現、階調表現であったり、拡大率の大きいもの、先ほど おっしゃられたような 1000% を超えるような拡大となると、本当に後から何を修正するというよりはスキャナーの設定で吐き出す、この緊張感というのはものすごくものがあったのかなというふうに、まあ、現場のオペレーターの人たちも含めてですね、というふうに感じました。でやはりそこから構成刷りを刷って、でそれをご覧に入れてというところで、高根さんその辺の構成出向に関わるですね、何かエピソードとかあれば。そうですね、その後テスト原稿をお預かりしてですね、9月の13日ってありますよね、9月の13日ですね、テスト出稿しましたね。これ見ると、で高根さんのご評価はですね、テスト版としては綺麗に仕上がっていて問題なしと、衣装フォトについては仕上がりが硬い、コスチュームですね、硬いと、ギラギラしていると、布地のやらさはないと。次、本番ですよ、テストじゃなくて本番の時には田原氏と最後については打ち合わせをもう一回しましょうということになっています。それと全体的に本機印刷時盛り込む、特に建築物についてはシャドウの調子を潰れても良いのでしっかり思いっきり盛り込むという指示を受けています。で、9月の18日このデータをちょっとその衣装を直したものを含めてですね、9月の19日ですね、9月の19日には本機刷りを予定しようと、今でいうとこのいわゆる本機構成、本機構成ですよね。そうです、そうです、はい、それでその時にその本機構成を見て田原さんと再度打ち合わせしなきゃいけないっていうのが本番刷り時のついての疑問点、本番の時この辺どうしようか、テスト構成、本機構成の後ですよ、グレーバランスはどうか、盛り具合はどうか、建築衣装宝飾品と分解設計を変更すべきか、特に衣装フォト、トーンカーブ階調については適切かどうか、印刷関連としてワインキの濁りの解消、裏付き防止用パウダー、上がり面での粉によるザラつきの表裏差はどうするかという問題ですよね。この辺も含めてワインキの濁りというのはですね、とにかく墨合い赤き赤を
黄色の墨の前に3色墨を持って赤を愛を持って赤をインク持って黄色するわけですから、どうしても黄色のインクに先陣の色が逆トラッピングで持ってこられて黄色のインクが濁っちゃうんですよ、パンに入ってるインクが。だからその辺をどう解消するかということと、裏付き防止用パウダーがどうしても上がり面、いや裏面吸った時には残るから、もう一回空通しをして表裏差ない状態で戻すのかどうかということを打ち合わせしてますね。そうするとそのテスト本気構成ですね、を通して、本番設計を行っていったということだ、というふうに今理解いたしましたけれども、インクについては通常のセットインキでセットインキです。ただし、この時は先ほど話したと思うんですけども、ドライオフです。ドライオフですね。ですから乳化しないというインクでスーツの人ですね。で別にプロセスインクですね。特別混ぜたものはないし、でさらにですね、その後ですね、まだやってるんです打ち合わせ。次の25日です。2月5日ですから。コスチューム、建築、宝飾、表現の差を出してくる、同じようにはするなよということですよね。各館を同じイメージに見せたくないと、タラさんからの要望ですね。で、この時に様子を変えるかと、建築はマットエレガンス、ハイマッキングですよね。衣装はスーパーマットアートか何か、で、宝飾品もマットエレガンスにするかとかですね、いろんな案が出てますね。建築は現行から30センチから57センチついてみると、いうようなイメージもちょっと田さんから提示されてますし、コスチュームはルーペで見たくらいのコントラストを出してくれと、あるいは色味をですね、鮮やかにしてくれと。基本的には炭飯を締めるのは好きではない、いや暗部は締めるんですが、炭で中間域からシャドウ側を盛るのは好きじゃないよと、要はなるべく3色で盛ってグレーの濃度を出せということを田さんに言われてますね。バカなことはまだいっぱいいっぱい書いてありますけど、そうですね、ということはもう着手してから半年ぐらいは構成取りを交えながら山田先生との仕上がりとイメージ、この造法に対するいろんなものをこうすり合わせていったということになるというふうに、今理解いたしました。で、高橋さん、その後これ、一冊ずつ進行していくわけなんですけども、本番の構成刷りを出していく、でそのやり取りの中で何かこう、印象深いエピソードとか、田村先生と の打ち合わせですとか、そうですね、田原さんのですね、何がこう私にとって一番得るものがあったかというと、やっぱりこうものづくりに対する、今回について言うと写真集作りに対する思い入れの高さといいますかね。